はい、今日は2021年10月13日水曜日です。今日も三経妙のコラム音読を行います。今日のコラムの表題は次のように決めました。アブスズ・サラム博士、宗教差別。アブズズ・サラム博士と聞いてピンとくる人は、よほど物理学者に詳しい人である。弱電統一理論への貢献によって1979年にノーベル物理学賞を受賞している。パキスタン人として、またイスラム教徒として初めての受賞だった。大統領の顧問としてパキスタンの科学技術の発展に貢献した。発展途上国の研究者を援助する活動でも知られていた。最も母国では博士の業績はほとんど無視されてきた。博士が所属する宗教がイスラム教の異端児とされていたからだ。英国で亡くなると遺体はパキスタンで埋葬された。墓は早速何者かに荒らされたという。同じくパキスタンを代表する科学者だったアブドルカディル・カーン博士が先日首都イスラマバードで85年の生涯を終えた。こちらは宿敵インドに対抗して98年にイスラム圏で初となる核実験を成功させた国民的英雄である。国葬が行われたモスクでは多くの人が感謝の祈りを捧げていた。とはいえ、国際社会の評価は正反対である。博士をめぐって当初から北朝鮮やイランに核物質や技術を流出させた疑惑がささやかれていた。2004年2月、博士はついに自らが主催していた核の闇市場の存在を認めた。米中央情報局CIA は博士を米中枢同時テロ事件を首謀した国際テロ組織アルカイダの指導者ビンラディーン容疑者と並ぶ世界で最も危険な男と認定してきた。パキスタンが政府と軍の関与の有無など闇市場について謎はまだまだ残っている。博士が手を染めた別の悪事が発覚するかもしれない。一方、物理学の歴史に刻まれたラサム博士の研究成果は揺らぐことはない。科学者としてどちらが恵まれた生涯と言えるだろう。令和3年10月13日水曜日、三経妙の音読を終わります。ノーベル物理学賞を受賞されたアブズス・サラム博士、全然知りませんでした。一方は闇市場に関与したカーン博士、大変です。
尖閣諸島の方は連続で中国当局の船が接続しております。尖閣の方は連続で接近、中国航線が接近しております。以上です。またね。